はい、西くんです。今回はグリーンラッシュという言葉について話していきたいと思います。グリーンラッシュ知ってますでしょうか？グリーンラッシュっていうのはですね、北米を中心に大麻関連ビジネスがシリコンバレーとかで資金調達がわんさか起こっていて、どんどん急成長しているっていうことから、ゴールドラッシュ、金ですね、ゴールドラッシュにシリコンバレー、IT に続き、グリーン、大麻のビジネスがすごいぞって言って、グリーンラッシュという造語ができたわけです。日本ではね、あんまり馴染みがないかもしれない。まあ、そもそも違法だからなんですけど、グリーンラッシュという言葉が今、世界中で話題になって、お金が動いてます。まあ、コロナになる前の話なんですけどね、なってます。で、マリファナビジネスファクトブック2019っていうやつでは、大麻関連の小売業が年間、120億ドル、日本円にして1兆3200億円の額が動いたと。もちろんまだアメリカ国自体が認めてるわけじゃないから、公になってる部分だけなんですね。闇市とかいっぱい裏ビジネスがたくさんある中で、公になってるだけで2019年時点で1兆円超えてしまったと。まだまだ発展途上、研究段階、ちょっとずつオープンになってるのっていうくらいに大麻屋がすごいんです。で、シリコンバレーのドンと言われているピーター・ティール、ペイパルの創業者の人は、大麻関連ビジネスに数百億円を投資実際にしているし、あと、コロラド州では大麻による税収が1100億円超えたなんて話もありまして、そんだけ大麻関連でお金が動いているんです。なぜそんなね影響があるか、まあもちろん嗜好品としてみんなが注目している興味があるのもあるんですが、繊維としても燃料としても食料としても、まあ、医学的健康的な面にしても、あらゆる面で役立つし、しかも非常に育てやすい、非常に成長が早いっていうのもあって、かつアルコールやタバコの嗜好品を抜くんじゃないかとまで言われていて、ここまで優秀というか化け物みたいな存在ってなかなかいなくて、だからゴールドと IT に並ぶ、むしろ超えるんじゃないかっていう話題、需要からどん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 お金が加速して、ビジネスが加速して、サービスが加速してっていうのが、まあコロナが来る前、直前まで2、3年の間で急成長してたビジネスの話なんです。で、まあね、日本だと難しいだろうと言われてるんですが、日本の場合はその CBD っていうものがいわゆる大麻関連ビジネスになるのと、あとはアメリカの株を買う、株式という形で携わるっていうものなんかで、実際日本でも続々と興味を持ってる人がいて、事実僕は本当はオリンピックの頃に CBD が急激に伸びるっていうのを予測して参入した。まあ言うて僕は2月に参入したんで、コロナでね、もしかしたらオリンピック無理かもなと思ってて、まさかここまで経済動かすとは思ってなかったものの、とにかく近々あるだろうって思っていたし、実際ね、今でもむしろコロナだからこそ CBD は注目されるんじゃないかという僕の持論もありまして、グリーンラッシュというものについて、まあビジネスやってる方は、もしくは株とかに興味ある方は、もしくは純粋に CBD を自分も私も僕も仕事にしたいという方は調べてみてはいかがでしょうか。間違いなく日本にもこの波は来ます。以上、今日のお話は終わりなんですが、ちょこっと話したコロナと大麻関連の話について、コロナだからこそグリーンラッシュは発展するという僕なりの持論考えを軽く聞いてもらえたらなということで、まとめて話したいと思います。このチャンネルでは動画を毎日19時にアップしてるので、もしよかったらチャンネル登録、あとは SNS のフォローとかお願いします。ありがとうございました。